あの日は朝何時頃だったでしょうかね。まあ、掛け山でいましたわね、姉と二人ね。私が下宿しておったところが疎開になったもんで、荷物の片付けに行かねけんから出たのがことの始まりですわ。新地で乗り換えだったですわね。で、確か大阪行きの汽車じゃなかったかなと思うですわ、今の乗ったのがね。もう私は1両目と2両目のこの間のところにおったですわ。それでもう座られませんわね。座られんから姉と2人立っておったですが、そしたらもう、まあ、新宿を出て来待ちと汽車が入ったら、そこに長い時間止まってもう汽車が出んですわ。そのうちにもうあら裏マンですかね、もう飛行機が飛んだですわね。飛び寄ったのは見たですがね。それから来待ちで長いこと止まって、やがてね、こうまた出て、今度は玉造りでまた長い時間止まるですわね。で、やっと出て、それから今の機銃掃射を受けたところで止まりましたわね。そしたら誰もが、そのね、まさか撃たれると思わんから、誰もが汽車から降りて、そのね、まあ、グラマンだったということですが、グラマンがこう飛ぶのをやっぱ外で見とられたやつはね、見ておったですが、途中で引き返したのが確か4機だったと思います。引き返して、それで売り先行仕掛けまし、しましたわね。そしたらやんがてに1機がピャーっと記録を明かしますので、そしたら誰もが、ああ、うつうつうつって、それからでした。ブラダダダダダーン。こう打たれるときね、飛行機が急降下する、だん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 もう大きくなってきますね、飛行機の爆音が。今打つぞ、今打つぞって言ったら、やったらバーンと打ったら、ブーンとこう上がりますわね。あれほどは今でもよう覚えておりますね。ダダダダーンと打たれて、今度打たれて、それから飛行機が今度はまた上昇しますね。その時にバーンとって、ブーッと上がると、ああ、助かったと思います。それからまた旋回して、やがてね、だん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 爆風が大きくなりますわね。それとまた大きくなると、もう身を縮めて攻撃しておりますわね。そしたらバババーン。逃げようって、ちょっと言ってみた時に、兄の横へ。ほんで、これぐらいの穴がスポンって開い逃て。げる途ああ、や、山へ中、ね。ああ、そこに逃げた時に、ちょっと見たら、兄の横へ。それは、電車の中ですか？汽車の中です汽車のわね。中ですはか？あはあ。お姉さんの真横にあ、いらっしゃるのここにスパーンとこれぐらい長くやっております。それから姉が、まあ、とにかくこの横の山の方へ入ろうと言ったもんですけど、で山の入ったですわ。そうしたらこの左の足だったか右の足だったか、ちょっと今定かでないですが、打たれて、もうこの骨が見えた人があったですわ。それでカバンを置いといて、その上でこう足を曲げ取られたですよね。とここも骨が見えましたわね。そしたらそれをまだ若いね、将校さんみたいな人でしたわ、が治療しておられたんです。そしたら私らがそこ行ったら、あんたら両方からここに、まあ、止血ですわね。のタオルがくくってあったから、それを両方からぎゅっと引っ張っとりばいて、それからまあ引っ張ったことが覚えてるです。7月の28日、もう炎天下、もう暑かったですわね。もう履物なんかどこ行ったか分からへんですわね。裸足ですわね。それからまあ進路自体の子もね、書いたですが、まあその時の暑かったことほどはよく覚えております。足の裏がね。いやー、母は心配しておりました。多分2人とも死んだことはないかと思ったつって感じですが、まあね、そう思われてもね、まあ運が良かったですわ、それでもね。それからのちのことごとく何かがある時はこのことを思い出しましたね。それだけもう
まあ、いろいろ辛いこともあったですが、まあ、あの時死んだことも言えば何でもなるなと思いましたね。結局姉はまあ69で亡くなったりさ、その時の話することはあんまりありませんでしたね。まあ私もあんまり死んほうがいいと思うし、姉もあんまそのことら気持ちがあったそうで、姉からも話すことはありませんでした。まあ話さんでもお互いよくわかりますね。まあ、もうそれからも今年76年ですかね、いつもいつもそのね、このことを思い出すことがあると、まあどこかで一つ区切りをつけたいと思う。もう私もそれ先が長いでしょう、ないでしょうけん、まあここでいっぺんね、あそこへ行って拝ましてもらいたいと思いますね、うん、それで一つ区切りをつけたいと思います。あれほどたくさん人が乗っ取られても生きておられる人ももうないでしょうとね。